ジオカモカニのゆみです。優雅なフラダンサーへの道、ヘラで差が出る3つのポイントを今日はお送りしていきます。ヘラはフラの基本ステップの一つです。今まで YouTube で配信してきましたカオやカホロほどではありませんが、フラでよく使われるとても大切なステップです。ヘラは足を左右交互に出すという一見とても簡単そうに見えるステップですが、その分見落としがちな重要なポイントがあります。カオやカホロで優雅に踊っていたのに、ヘラのステップを踏んだ途端に優雅さがシュッと消えてしまうフラダンサーを時々見かけます。この動画でヘラのポイントを押さえて優雅なフラダンサーを一緒に目指していきましょう。では行ってみよう。ではヘラの説明をしていきます。まずいつものようにフラの基本姿勢をとります。足は、両足はパラレルです。少しだけ、足と足の間を開けていただいたら、つま先と膝は同じ方向、正面を向けていきます。そしてしっかりと骨盤底筋キュッと入れていただいて、背筋を上に引き上げて、耳と肩を遠くに離していただいたら重心を下に下げます。ヘラというステップは交互に右足左足を出していきます。ではやってみましょう。右足を斜め前に出します。戻します。左足を斜め前、戻します。ここで一つだけ注意をさせていただきたいんですけれども、払うによって、出した足のスタイルが違います。かかとを上げてつま先だけ、つける、払うと、かかとまで足の裏すべてをつける払うがあります。これは、そのご自身が習っている払うのスタイルでやってください。で、スタジオカマカニ、私のスタジオカマカニは足の裏をすべて床につけるスタイルですので、この動画ではヘラを踏むときは足の裏をすべて床につけていきます。ではもう一度やってみます。右足が前、戻して、左足が前、戻して、右足が前、戻す、左足前、交互に踏んでいきます。そして、軸足は先ほど言いましたフラの基本の姿勢のままなんですけれども、出した足はまず膝をしっかり伸ばして、斜め前45度に出します。そして足を戻すとき、基本の姿勢に戻すときは、必ず膝とつま先を正面に戻してください。出した足、そして膝、つま先を正面に戻して、戻します。重心は低いままです。出す足は膝を伸ばします。戻すときは重心は変えずに低いまま、つま先と膝を正面に戻して戻ってきます。軸足を変えてまた出します。で、必ず股関節、膝、つま先が一直線になるようにお願いいたします。時々かかとをこうやってひねって出される方がいます。必ず一直線になるようにします。大丈夫でしょうか。そして最後にカオカホロの時、スウェー、ヒップを左右に動かすスウェイをしましたよね。ヘラでも全く同じです。軸足を変えながら体重移動をしていきます。しっかり左右にヒップを動かしていきます。ではやってみましょう。重心を低く、そして足を出します。2、3、4、1、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 2、3、4。それではこれを知ってるだけで差が出る3つのポイントをお伝えしていきます。はい、まずポイントの1つ目は、股関節からつま先まできれいに一直線に伸ばしきるということです。重心を低くして、そして股関節からつま先までまっすぐと膝を伸ばして一直線になるように足を斜め前45度に出します。時々、
結構こう膝が曲がってしまう方、またはかかとが出てしまう方、また前に足を出してしまう方いらっしゃいますが、必ず股関節から膝をしっかり伸ばして斜め前45度に足を出していきます。戻します。出して膝を伸ばして、股関節からまっすぐと足を出します。そして戻します。まずこれがポイントの一つ目になります。膝を伸ばさない方、かかとを前にひねってしまう方、気をつけてください。ポイントの二つ目はですね、フラの基本姿勢は足は平行ですよね。で、ヘラは斜め前に足を出すので、そのまま戻してしまう方多いんですね。膝とつま先を正面に戻し忘れる方、結構たくさんいらっしゃいます。そうすると気がついたらガニ股で踊ってる方、実はたくさんいらっしゃいます。で、フラは練習中はパウスカートだったり、あとはドレスを着て踊ることが多いですので、意外に気づいてない方も多いですけれども、先生が見るとパッと一目で分かってしまうんですが、足が V 足でガニ股でヘラを踏んでる方、結構たくさん見かけますので、必ず足を出して、足を戻すときはつま先と膝を正面に戻すということを忘れないようにしましょう。正面に戻します。出した足を正面に戻す。出した足を正面。これがポイントの2つ目になります。そして3つ目です。3つ目はですね、骨盤の角度をこう、まあ、体幹弱い方が特にそうなんですけれども、骨盤の角度を、骨盤から足を出しちゃう方結構多いですね。こういう風に平均に力入ってないと、結構こう骨盤からこう足を出してしまう方、またはどんどんこう前傾でヘラを踏んでしまう方多いですね。もしくはお尻をものすごくこう後ろに出してヘラを踏んでしまう方多いです。これはフラの、脱おばさんフラの動画でもお伝えしたんですけれども、しっかり低筋を入れてあげることによって防ぐことができますので、骨盤の角度をこう前後させないようにしっかり低筋を締めて、腹筋を入れてヘラを、膝を伸ばしてヘラを踏むようにしてください。まあ、これ3つもすでにお伝えしてるんですけれども、流れるようなスウェーはヘラでももちろんやってください。ヘラ、いかがでしたでしょうか。ぜひこの3つのポイントを押さえていただいて、コツコツ一緒に練習していきましょう。素敵なフラダンサーを目指して毎日コツコツ練習です。